ばんは。あ、せいやさん、ありがとう、花束。こんばんは。こんばんは、まこぱ、ありがとう。今朝こんばんは、こんばんはです。どうもどうも、やってまいりました、キャノティのショールーム始まりました。ありがとうございます。ひであきさん、ありがとう。どうもどうも、こんばんは。気が濃いた、ありがとう。ももたしさん、ありがとうございます。バラたーさん、バラありがとう。キャノン砲ではありません。モバイルホット録して、ありがとう、ありがとうございます。こんばんちゃ。お、まなかさん、アイスありがとう、ありがとう。こんばんわんこ、キャノティ、やっほー。モバイル返信してありがとう。なんかモバイルの返信さ、なんかさ、一日遅れてくるんだよね。だから明日には来るかも。というか今日さ、モバメ送りたかったんだけど、11時までに送らないといけないのに、もうショールーム30分やったらモバメ送れないってことに29分、10時29分に気づいて諦めた。でも明日たくさん送ります。明日はあのちょっと余裕があるので、明日いっぱい送ります。ごめんなさい、ごめんなさい、申し訳ない、申し訳ないね、ごめんなさい。はい、ありがとう。たくさん星投げ、カウント、コメント、ギフト、ありがとうございます。今日はあの自主練してました。と言ってもあまりできなかった。実際はそう、本当はめっちゃやりたいこといっぱいあって、あーってなったんですけど、本当にもうね、いろいろ他にもやることがあってなかなか練習できませんでした。ちょっと今やりたい、やることあったんだけど、そう、あのね、昨日くらいかな、あのその2回、あ、違うわ、あれ青春ガールズ公演、今度出るのが多分もう公開されてると思うんですけど、ちょっとね、それの練習とかしたかったんですけど、あんまりできなかった。ターさん、かわいい10個ありがとう。かわいい、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 ありがとうございます。適当、今日ちょっと適当だね、ダメだね。ヤミスン、尊い、尊い、ありがとう。リップの色に、ありがとう。イヴ・サンローランのやつです。ちょっとお高め、髪ボッサボサだからさ、結びたいんだけど、うまくいけるか、うまく起きるか、あ、受けない。タカピさん、アイスありがとう。あ、アイス食べた、今さっきアイス食べた。まみちゃんショールームから移動ありがとう。何アイス、中にタピオカが入ってるやつ。いつもと違うコンビニで買ったら、なんかいつもの方が良かった。だいたい行くコンビニ決まってるんですよ。レッスン場の空調の音がする。さすが、さすがです。危ない、あれ、なんだっけ、
歌おうとしちゃった、危ない、無許可で歌うとこだった。キャノティの生誕には参加したい、ぜひ。12月19日が誕生日なのでそこら辺でやると思います。はい、何でもかんでもタピオカだなって、うん、タピオカ好きだもん。今日はありがとう。じゃあ今日メイク全然してないんだ。今日な、あの自主練だけだからいいやって思ってメイクをせずにいたらほぼすっぴんみたいな感じになっちゃった。公園で見るより少女っぽく、いや多分それはメイクのせいです。メイクのせいだよ、メイクのせい。公園気づいてもらえるように、あ日曜日公園か、了解です。実際偉いねって、いやもうやんないとやばいの、そうやんないとやばいって思ってるからやってる。すっぴんの方が幼く見られる、すっぴんではないけど眉毛ぐらい、ほぼ取り足りない、そうやばいの、本当にやんないとやばい、本当に。いや青髪の練習をしたかったんだ今日は。だができなかった、なのにコンビニに2回も行ってしまった。シンデレラは騙されない、美しいです、ありがとう、聞いてください。シンデレラは騙されない、やらないけど。50カウントありがとうございます。今とりあえずね青顔やってる。あなんか赤い、何これ、顔向けてる。タイザン北斗さんアイスありがとうございます。モバイルホント力ありがとう。やらないです。今朝のシンデレラ見たい、ぜひぜひ見てほしいです。今朝も見てほしい。アイス食べたくなってきた、食べてください。今朝のペンライト振りたい、言って青がぜひぜひ来てください、待ってます。キャさんペンライト多い日やっぱ嬉しいからさ、あ今日ペンライト多いや、イエーイってなる。そう結構最初ねバーって開いた瞬間に多いとおーってなる。でも最近なんかあれなんですよね、たまになんか赤黄色紫みたいなぐらいの色の方がいらっしゃって、これは私推しなのか、それともキャさんじゃなくて、高野さんなのかって時があります。どっちだろうってなる。ルームフォロワー2000人だって。ちょっと片方手今叩けないけど、え本当に
2000人超えた、やったー、ありがとうございます、ありがとう。そう、なんか今日始める前に1999人だったから、お、2000人いくかって思ったらいた、イエーイ、はい。あ、キスキキの時さ、だ、ちょ、歌歌ったらダメだから歌えないけど、だーで、めっちゃキスキキの時に肩振るから歌いながらやるとダーってなるの、わかる、あーあーってな、だできない、とりあえずめっちゃ震えるんですよ、全力でやると。そう、めっちゃあれ歌うの大変おめん、ありがとう。グッドエブリイブニングか、わかるわかる、え、みんなわかるの、すごい。そう、震えるの、そう。あ、昼公演、イエーイ、応募してきた、キュさんおかげで DD になってるの、いいですね。こんばんは、こんばんは。やなんていうの、いない青葉に行きました、次は会いに行くね、来て来て、サイリウム待ってます。星投げカウントありがとう。ぜひぜひ来てください。キャサの握手取ってよ、しょ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 、初見です、いいいいいらっしゃいませ。あ、日曜日キャさんいるから乗りました、イエーイ。休憩生の推しはキャさんかな。ポップコーン気になる、そうね、そう、ふえちゃんの生誕ね、昨日、まあね、私も出てたんですけど、そうね、楽しかった、みんなキャサーって呼びすぎて、おこ、 お前女来たって言われてるよ、お前女来た、お前女が来たんだけど、さっき電話したのに出てくれなかった、お前女が来ました。最初に川島が真似してきた、あー確かに言ってるね、確かに、逃げて、逃げなきゃで、みんな真似してきたの、確かに確かに確かに、みはる言ってるわ、怖い人が来た、お前女が来た さっき3回ぐらい電話したよ、私、石川カノンって呼んでね、だってちょっとそれは長いからめんどくさいんだよね、みんなみんな長い長いから呼びたくなっちゃうんだよ、え、そう、石川感ないっしょ、なんかあんま苗字なんか、そう、怒ってきてる、怒られた、怒られちゃったよ、どうする、怒られちゃった、怒られちゃった、
なんかそう、あんまり名字で呼ばれて、なんかもともと小さい頃から名前で呼ばれることが多いから、あんまり名字を読みしないかも。西さんみたいに名字読みあんましないかも。怒ってる、怒っているの？怒っているの？怒っている。よく言われる、新野さんに。怒っているの？ちょっと言い返してみた。モンタシンだら、ありがとう。怒っているの？あ、フェルベルのカノン。石川ハンバーグさん、全然石川ハンバーグさんとかなんかもう違うよね。 違うよね。怒っているの？もういなくなっちゃったかな。わばめ取ります、ありがとう。ハンバーグって叫んでみて、ハンバーグ。そう、ここ事務所だから静かにしよう。あ、待って、すごい。サーヤとみずきちゃんが同時にコメント来たよ。カノンとミズキって STU とんです。へえ。あ、ちょっと私の目標1個言っていいですか？そう、入内島さんと田辺さんとまこにゃんと私で、インドカレー屋さんに行きたいと思っているのであります。どうでしょうか。どう。私とみずきちゃんは行ったことあるんだけど、さんやもまこちゃんも行きたいって言ってたから、行く？チナさん、チナ1個言っていい？チナ、目の前に田辺さんいるんですよね。すごいコメントくれてるけど。何カレーがいい？バターチキン。あ、いいね、バターチキンめっちゃ好き。めっちゃ好き。超好き。食べたい、本当に食べに行きたい。いや、なんか本当にモバメ撮ってくださってる方は分かると思うんですけど、そう、つい最近行ったばっかりだけど行きたいね。バターチキンいいよね。あ、たかぴさん、だるまさん、ありがとう、ありがとう。マークポンさんもありがとう。チーズナンお腹にたまる。あ、でも意外といけた。そう、でも学校の近くにもあるから、学校の友達とも行こうって話してるのです。タオさん、花束ありがとう。ついにお、ありがとう。自分でカレーはちょっとめんどくさくて作れないな。ドルトのならお家で食べるけど、にちょっと足す、なんか
お米は炊くけど。なん食べたいキャさん。そう。ね、そう今日ずっとなん食べたいんだけどってみずきちゃんに言ってました。米だ炊いてちょっとてかで入れるだけやん。違う、切らないといけないじゃん。まあ、違うの。もう本当に家にいないから、そもそも全然家にいない。今日もみずきちゃんとコンビニ行って食べたし。こっちにいないもん。カレー煮込みうどん。あ、いいね。あの、美味しいけど洋服に汚れがつきそう。え、なん食べ放題は基本じゃないですか。そんなことない。基本行くとこなん食べ放題。学校の近くも名古屋でも大体見たら大体食べ放題のイメージある。何枚食べますか？ 2 枚。チーズ団この間は1枚と普通の団1枚食べ、学校の近くのもだいたい2枚ぐらい。3枚がいけなくてね、いつもああ今日もいけなかったってなる。高校の近くにもあったけどいつも2枚。3枚に挑戦してみたい。ね、ご飯もお帰りできるとかあるけど、ご飯はいつでも食べれるから別に何でいいやって。ヤマさん、花束ありがとう。ケーキで食べるの？大食いは誰？ねえ、ナタリーちゃんかな。いや、ナタリーちゃんだよ、絶対。ちょ、勝負してみたいね。あの、大食い対決みたいな、やりたい。みさきさん、バラ10本ありがとうございます。お、ヤマさんまた花束ありがとう。好きになってもいい、もちろん。え、すごい、みんなおすすめのタイ料理屋教えてくれる。うん、ナタリーちゃんかな。常にすごいこのぐらいの山盛りで食べてるイメージ。逆に小食なのはそうだな、なーやんとかふゆちゃんとか。かなんちゃんいっぱい食べますよ。私も
でも私と似てるかも。タピオカとかアイスとか結構食べてるイメージ。ふーちゃんショールームで、うん、食べてるけど、でも普段そんな食べてないから、うん。うん、食べないね。食べない、めっちゃ食べないイメージ。やばい、あと少しな。明日はちょっと楽しみなことがあるので、まあそれが終わったらモバイルメールにでも書きたいと思うので楽しみにしててください。全然お仕事とは関係ないけど、そう楽しみにしてて。鍋さんではないです。じゃあ個人的に楽しみなこと、じゃあラジオとかでもない、本当にプライベートということで、男女読みをしていきたいと思います。13位ダーイ、12位おっくんきゅう、11位たかぴ、10位むーさん、9位まこっち、8位ももか、7位やま、6位まーこぽん、5位はむし、ハム、違う、ハシムごめんなさい。4位コージー、3位ミサキ、2位島風、1位鉄宮。ありがとう。家に帰る、どうだろう。モバイル本登録ありがとうね。あ、タピオカも食べるかも。うん、お楽しみに。ということで今日の配信はこれに